さあどんなレッキャンですか。もうプレイマットからにじみ出るなんか飛行船デッキ感ね。多分これ多分飛行船デッキでしょ。さあとりあえず相手をね引かせるためにコンボバーツ揃えるまで、とりあえず飛ばすと思いますね。あ、沼地の足よ。ほう、融合、なるほどね、融合デッキなんですね、とりあえずね。一旦ちょっとですね、相手の手札っていうか、あのコンボバーツが揃うまでとりあえずちょっとスキップしようかなと思います。ほう、融合発動。さあ手札の枚数はなかなかやばいことになってるんで、そろそろ動いてくるかなといったところ。さあサテライトギャラ、サテライトギャラの3体だ。来た、サテライトフェイサー X6S バルサいいご召喚。そして死者転生の効果によって手札を2枚、あ、1枚墓地の送り、サテライトキャノンを回収。そして死者転生のアホすぎるだろ。もう1枚回収なくていいの。大丈夫、あと沼地人のか、なるほどな。さあサテライトキャノン3体で実質、サテライトレーザー X06S バルサも融合召喚。そしてネクロフュージョンの効果発動ゲームからサテライトギャロン3体を除外し、サテライトギャロン、サテライトレーザーか、 X06S バルサも融合召喚。やばすぎる、バーサルワールド。そうですね、このターンね、ネクロフュージョンを使ったモンスター殴れないからね。そしてエンドフェイス全サテライトレーザー X06S バルサムの打点が3000アップする。なんて強いんだ、なんて強いんだ。これ実質これレーザー砲すごい、なんか実質なんかあれですよね、エヴァンゲリオンみたいなのありますよね、ヤシマ作戦みたいなのありますよね。若干目標パターン青、ストレスクロスアタック、何、自分のビード上の攻撃力同じモンスターを選択し一体ダイレクトアタックができるようになるやつ、やべ最強だ。うわー、エネルギー充填で今現在 30% です。ヒトロック溜まる。パターン青、目標をセンターに入れてください。テテ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 テ、どんだけエネルギーで充填するの、やばいって。どういうことだよ、どういうデッキだよこれ。死と殲滅、敗戦、ありがとうございました。さあアンチャ見せてやろう、僕の新たな戦術を。私のターン、とりあえずちょっと介護をしますね。まず1回ね、ドローソース結構たくさん引き込まないといけないんですよ。なんで若干そこ時間かかるかもしれないですけども、ご了承くださいといったところ。ここつまんねえか、ここさ。さあ、デッキ引き切りましたと。さあ一体何をするんでしょう。とりあえずアロマ、あー嵐、なるほど、アロマギミックで結構いっぱいドローもね加速していましたけども、私は、はい、モンスターを召喚、はい、モンスター効果ジャンクシンクロン、なるほど。さあジャンクシンクロンの効果発動、墓地からレベル2以下のモンスターを特殊召喚できる。さあアロマアジジャスミン、かわいい、継続魔法発動。コモンメンタルワールド、なんだそれ、自分がシンクロモンスターのシンクロ召喚に成功するたびに相手ライフ250ポイントダメージ、なるほどなるほど、それを2枚発動するとってことはこれ連続シンクロしてくる感じですか。なるほど、エンシェントフェアリー、はい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 、なるほどですね、コモンメンタルワールド2回効果発動していくで、これで、250ダメージがぶち込まれていく。なるほどなるほどなるほど、これでもあれ確かに、え、待って、エクストラ10枚でしょ、10枚でも足りない、10回出すとしたら、10回出すとすると10が1回で250だから足りんの、なるほど、エンザキマグマ、誰やねん、誰やお前、コモンメンタルワールド、コモンメンタルワールドで250ダメージがバンバン食らっていく、はい、なるほどですね、はい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 、なるほど、あ、でジェットシンクロン蘇生ですか、なるほど。さあジェットシンクロン墓地から特殊召喚していく、
ねえ、ローズニクス、モンスター特殊召喚、はい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 、モンスター効果でローズニクス効果トークンが出る。あ、これでレベル2のシンクロスっていう、モンスター、はい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 、なるほどなるほどなるほど。でシンクロ召喚していくのはレシプロドラゴンフライ来た、分解分解、分解トンボ、テクチーナス分解トンボで、コモンメンタルワールドの効果、コモンメンタルワールドの効果、さあ250ポイントのダメージが地味に食らっていく。いて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 、でどうするんですか。あーそっか、ハルバード間違えた、ブレードガンダー、はい、テックジーナス、刃物重火器、刃物重火器特殊召喚、刃物重火器からのコモンメンタルワールド効果によって250分ダメージを食らっていく。なるほど、いて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 、いて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 、痛い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 な。さあセットデルタアクセル、あそっか、これでテックジラスレスプロドラゴンフライが出てくると、レスプロドラゴンフライで、ああなるほどね、で分解ってことだ、また分解トンボ、トンボ効果で、墓地の、もう一回8トニカ、はい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 、なるほどですね、レスプロドラゴンフライ、はいはい、なるほど。でこれかあれか、ハルバードキャノン、違う、クリアマインド、はい、リミッター解放レベル10、テックジラスブレードガンナー、なるほど、テックジナ何回来るブレードガンナー、ブレードガンナーどんだけ来る、ブレードガンナー何回目、これ2回目。さあコモンメンタルワールドの効果で、250ポイントダメージが1回入っていく、2回入っていく、まだ、なるほど、私の務めを果たさなきゃ、はい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 、レシプロドラゴンフライ、あなるほどなるほど、待って、モンスターを特殊召喚、分かったわ、そういうことか、これレシプロドラゴンフライ無限蘇生コンボってことこれ分かった、そういうことか、これレシプロドラゴンフライ A を巻き込んで、シンクロ召喚した後に今度、分解してこのレシプロドラゴンフライ B を巻き込んでシンクロ召喚とかやっていくと、これ無限に分解できるってことね、なるほどね、どんだけブレードガンナー入ってるのって一気に、これもしかしてブレードガンナー4積みされてるこれこれもしかしてさ、これブレードガンナー4回出てくるってやつ、これ痛い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 、なるほど、これは天才だ、見せてやろう、はい、で8からのでレスポンサーの方にもう一回出てきて、でもう一回ブレードガンナーってこと、これどんだけブレードガンナー出すの、なるほどブレードガンナー、うるせえな、しつこいな、しつこいなブレードガンナー、ブレードガンナー、トンボ過労してるぞ、トンボ死ぬぞ、トンボ死ぬぞ、これおい、これ労働トンボ界労働基準法に違反してるんじゃないか、この時は、おいおい、トンボのこれ労働量半端じゃないぞ、なんかよみがえ、なんかよみがえ、出社しては帰宅し、出社しては帰宅していくっていうね、はいはい、で分解していく、あでここで召喚ムービー登場ってことか、すごいなこのデッキ、とりあえずトンボは過労してるわ、なるほどすごい、で召喚ムービーだ、クリアマインド、きたーオールクリア、無限の力で人類を突き破り、未知なる世界を開け、ゴーデルタアクセル、うおぉかっけー、ただね、なんかメタレッキ選手権ハルバードキャノン結構人気だわ、さあそしてコモメンタルワードの効果で見事ライフを焼き切って、トンボ過労死デュエルエンド対戦ありがとうございましたと、すごいな、これはね天才でした、これは採用、心が乱れている、